リベンジマッチやな。とんでもございます。谷巻です。久しぶりの尾鷲に来ております。今回はですね、黒夢の代表、はい、県、釣り県のスタッフをね、務めてる谷巻くん。まあ僕らは A3A3 って呼んでるんですけど、谷巻くんと久しぶりの釣りっていうことで、尾鷲のここは、なんていう磯ですか？岡寺島の高場になるんですかね。そうですね。南向いた面の。岡寺の水道のね、高場に、乗ってます。まあ、せっかくね、まあ、A さんと2人っていうことなんで、今まではねのんびり釣りしてきたんですけど、今回はちょっと対決してみようかなっていう企画でやっていきましょう。やりますか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ釣りで決めようか。はい、じゃんけん。最初はグーじゃんけん、はい、はい、こうでしょ、はい、勝ったな。じゃあこっちの、右側の釣り座で。じゃあ僕今バッカン置いてるとこで。そうやね、はい、でルールが、90分90分の2匹超すんで。90分90分2匹超すんで。 OK です。2匹超すんでいきましょう。じゃあお願いします。お願いします。さあ、本日のタックルです。ロッドがガマイソファルチオン1号の坊さん、リールがシマノの BBX テクニム C3000DXG のスッドブレーキのタイプで、夢の1700番のスクールですね。でラインの方がバリバスゼロ深さの 1.75、 浮きの方が釣り券ゼクトアルファの G5 を結びました。絞り玉通ってて浮き止めもつけてます。でハリスの方がバリバスハードトップ TNX の 1.75号、そして針の方がセレクトグレの4号こちらをチョイスしてね、浮き止めの位置が3キロぐらいのところに結びました。ということでね、こういう仕掛けでやっていきたいと思います。 A さんはどんな仕掛けでいくん？僕は糸場を1号に、うん、基本全誘導で長くハリスを取って。ハリスどんだけ取ったんですか？中ハリスが、ね、4キロ取ってます。お、4キロ、うん、下ハリスが2キロちょい。ほう、結構長いね。結構長いです。ってことはもう竿2本分ぐらいはずっとハリスってこと？はい、そうです。とりあえず今は浮き止めなしでやって。浮き止めなしでどんなもんか見て、浮きはこれで X ライナー、 X ライナーの0言うてみたらもう線長砲みたいなみたいなもんですね。おで、ジンタンの5号をちょっと打って馴染み具合で調整しようかなと、うん、はいはい、ハリスは何号？ハリスはね、中ハリス 1.5 号の下ハリスも 1.5 号。おでブレバリも5号です。もう555で行きます。555でなるほど、行きますよ。わかりました。これでやってみます。はい、さあやりましょうか。お願いします。鼻深そうやな。とりあえず様子見で手前からやりましょう。潮はこの右のさらしがね払い出されて、この白輪が動いてるんですけど、それが、一応右から左へね今動いてる状況ですね。おそらく上潮だけかもしれないですけどね。あっちの沖寺島の沖の方ね、こういう感じで流れてるような状況だと思います。まあ、ここ水道なんでね、この水道からのこの払い出しの流れがおそらくあると思うんで、
この辺が合流地点になるんじゃないかなと、そういう感じの予想はできるんですけどね。さあ第一投いきましょうか。お願いします。まずは手前から。浮き止めの位置が、3キロのところに結んであって、馴染んだらゆっくり入っていくような、そういう仕掛けですね。浮きがゼクトアルファの G5、 沖の方はねやっぱりこう左で流れてるような感じなんですけど、手前はね緩やかに右へ行ってるのかな、そういう流れですね。手前は右、沖は左、そういう感じの潮ですね。本日5月5日あーじゃない、本日5月3日大潮ですね。まあ1投目からねグレが連れてくれるほど甘い磯じゃないのは分かってるんでね、おそらくね食ってくるの深いんですよ。ここ朝一なんでね、巻き入ってないから魚もそんに浮いてないやろうしね、負けが聞き出す頃まではねスーパーディープになるんじゃないかなと思うんですよ。まあそうやって思うんやったらね、なんでこんな軽い仕掛けでやるんやっていう話なんですけどね、しっかり消去法でね上の棚を飛ばして重りで、深い棚へ届けてねやった方が本当は手っ取り早いんですけどね、そこはね、まあ、A さんが軽い仕掛けでいくと X ライナーのゼロでいくとそういう風に言ってたんでね、僕も同じようなって言ったらあれですけどね、まあ組み立てとか全然違うんですけどね、軽い仕掛けで一応やってます。スーパー芝悪い、もう見ていただける通りねここめっちゃ斜面なんですよ。ですっごい足場これ高いとこにあるんでね、おそらくこっからはね田んぼ届かないんですよね、下まで降りやんと。足場高いんでね、道糸が風がねこっちから来るんですよ。道糸がこういう風にね取られてね、穂先をこう海面に近づけることができないんで、すごいね道糸取られて仕掛けを引っ張るんですよね。それがすごいやりにくくて、で今日、水温大汗ですね、 19.1 度です。ええ感じの水温なんですけどね、口太もお腹も全然動けるようなそういう水温であるんですけど、寺島独特のね立ち上がりですよこれ。開始スープ押して分かったのが、手前はね差しで取られるんですよ。おそらく3キロぐらいまででもう取られてますね。ちょっとね大きめ竿を2本3本置きやと差し合いは残ってくると、そういう感じの立ち上がりです。スーッとしてみた感じではねなかなかね入っていくのが遅いんですよ。もっと早く沈んでも良さそうなもんなんですけど、あの特にあの辺でね、で当たるとしたらあの辺だと思うんですよ。そう今ちょうどねその当たりそうなところに浮きがあるんですけど、うーんみたいな感じでラインスコーンみたいな感じでね行くと思うんですけどね、行かないんですよ。お、カメラ回してないと食うんやこれ。しばらくほったらかしにしとったんでいつ合わせねえのこの人と思ってね、多分グレも思うとったでしょ。グレじゃないかもわからんけどな。しばらく浮き入ってくのね僕見とったっすよ。あっあっ、うんこだな。え、切れた？
魚見えとったな。なんかグレっぽかったけどな。切れております。やりました。カメラカメラと思ってね、カメラ飛んに行ってね、上のカメラポチってしてね、それから合わせたんでね、相手の魚はね家に帰っとったね。やられました。ありがとうございました。めちゃめちゃ油断してました。上のカメラも止めて、頭につけとる GoPro も外して、のんびり座って浮き眺めとったらね、浮きがスーって入ってきました。そういう時に限ってね、撮影してないんですよね。慌ててカメラ撮りに行ってね、電源を押しとる間にはもう遥か先まで沈んでますよね、浮きなんて。竿を立てた瞬間に相手の重量分かるじゃないですか。そんな重たくなかったんですよ。特大のオナガとか40オーバーのグレーとかそういう感じじゃなかったんで、ちょっとね自分もね、油断しとったっていうのもあるんですけど、切られました。手前こう寄せてきて浮かせて魚見えたんですよね。オナガっぽかったですね。32、3ぐらいの、おそらくはね針4号っていうのと、いつまでたっても合わせなかったんでね、完全に飲まれてましたね。だな、油断した。ということでね、しっかり GoPro も2台今稼働させてですね、撮影しております。来た、今度は撮るぞ。違うな、全然違う魚や。ウリ坊や。はい、俗に言うイサキですね。ウリ坊っていうやつですね。餌取りです。イサキの A シーズンなんですけどね、40ぐらいのイサキが釣れたら持って帰るですけど、ちょっとこれちっちゃいんでね、逆光で見づらいんでね、あんま投げたないんですけどね、ちょっと投げてみよう。ごめんな、 A さん、道糸すごい迷惑かけとると思うけど、ごめんな。どうしてもそっちに吹かれるんよ。行くぞ、行った、おら、あかん、ちょっとこれ、元気やな、これ元気なやつが来たんじゃ、元気なやつ来たんじゃ、行った、おら、あかん、ちょっとこれ、元気やな、これ元気なやつが来たんじゃ、元気なやつ来たんじゃ、あかん、根に当たっとる、これ、あかん、めちゃめちゃ際へ突っ込んできた。ああ、これ当たっとるわ。めっちゃ当たっとる。あかんやつやなこれ。いや、そんなんでもないと思うけどな。見えん。あかん。グレちゃう？グレやと思うけど。タモは遠いし、足場悪いし、魚見えへんし。見える？ぐらい、あかん、突っ込まれるし、下行きたいけど足も悪いし、どうしたらええんやこれ。今這いつくばって、磯を這いつくばって、あーちょっと突っ込むな、そこ。およいしょよいしょ。グレア、切れんなよお前、ここまで来て切れんなよ。よいしょ、お腹、よしよし、あかん、おい、もうちょい届かんよ、おい、あー
あかんかん、この竿の角度は切れるパターンや。あかん、ハリス当たっとるからな。無理できやん。いや、40はないと思うけどな。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろひっちゃかめっちゃかなっとる。あはは、あ、どうなっとんねんこれ。ああ、そう、ちょっとリール巻きたい、リール巻きたい、ハモが伸びる。よいしょ、さお、ああ、おほ、ちょっと待って、元気なんや魚が。さお横へ倒したいんやけど。タモがね、タモが思ったより伸びないんですよね、これ。よいしょ、よいしょ、よし、あ、やばい、自分が落ちるわ、これ。よいしょ、うん、苦労した、苦労した魚、苦労した魚ですよ、これ。お腹くれ。とりあえず、とりあえずこれよ、寺島のオナガ。あー苦労した、釣れてよかった、ほんまホッとします。よっしゃ、まだ歯入れとるすごい、すごい戦いやった。ちょっとね、足場悪いんでね、魚落とすの嫌なんでね。よいしょ、このタモの上からちょっとサイズだけ見てみましょうか。うん、超えてますね、超えてますねこれ。よっしゃ、よっしゃ、めっちゃ息切れとるけどな。40オーバー、やりました、1匹目。X ライナー沈め釣り、 X ライナー半誘導沈め釣り。え、浮き止めつけたん？つけましたとうとう、もうギブと思う、もうギブ、全誘導ギブ、入りすぎますわ。あ、424がデカすぎて。はい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 。え、でもガンダム外したらええんじゃん。外したらでもね、入りが悪なる。そう。え、ちなみにゼロの浮きにガンダムはいくつ打っとん？あ、ゼロじゃなかったっけ。ゼロです。ゼロやんね。ガンダムは、ガンダマは今 G4 に変えて半誘導で、おお、浮き止めついたらあえて沈んでいくようにしたんですけど。結構早いな沈むの。早いんですよ、俺のゼクトよりだいぶ早いな沈むの。だからもう一回 G5 に変えて。なるほど、微調整を繰り返してる最中。 そもそもだって三重県で遠投で釣れる時点でなんかちょっと海が変わってきたような感じやもんね。木はべったりが定番のなあ、キワでボイルパラパラのイメージから大きい円筒のイメージで変わってきたもんね。今ちょうどなんか釣りやすそうやな、あの泡らへん。そうですか、ここ狙ってくるんで変えてるでしょ。魚見えた、グレン。おお、ちょっと棚出てるから気付けんと。え、張り付かれた。
なるほど。あ、いいことやん。おお。おならやろ。めっちゃしつこいやん。これでバラしたらもう夢にうなされるな。あたふたしますね。そやろ。また行く、また行く。行くやろ。何回でも行くんよ。あ、40超えてるんちゃうか。いやいや、ちょっと曲げてる。ちょっと曲げてる。いや、ええ勝負やこれ。じゃあ俺も30後半や思たん。メジャー乗せるまでは超えてたから。これも超えてるで。おならやもん。おお。やった。X ライナーとラブラブになったら。おお、結婚できますよ。X ライナー大好き。まあ。エクスライナーは最高です。エクスライナー最高。最高です。よっしゃ。1対1。1対1。後半戦ですよ。釣り竿を入れ替えての後半戦。おいし。塩はね、今当ててきてます。当て塩ですね。当て塩。おそらくこの際へべったりねブレついてると思うんですよね。で、何かしらの塩の加減で活性が上がった時にちょっと沖まで走ってくれるみたいな、そういう感じだと思うんですよね。怖いなこれ。かけていきなりグレの住処や。当て塩が強ければ強いほどこの跳ね返る流れとぶつかってね、この一帯でね仕掛けが下に入る力が働くんですよ。だから際とか攻めたいときは沖へ投げといて、巻きが手前へ打っといて、沖から順々にねこう糸を巻きながらなじませてくると手前の餌取りにやられずにねうまいこと合うんですよ。やり方としては手前へ巻きへ打っといて、仕掛けは沖へ投げて、当て塩でこう入れ込んで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 ってして、でこの手前の巻きへとね合わせるみたいな、そういうイメージでやるとねうまいこといくときが多々ありますね。だから当て状だから釣りにならんとかじゃなくってね、今できることをやれることをねやっていくとこの手前の魚に出会えたりするんでね、今設定やってます。お、食ったぞ。これは全然手応えないけどな。イサキか。イサキです。旬のイサキ。20センチぐらい。バイバイ。バカの肌いいな。だいぶ高いやつですよ。刺し絵が丸残りになってきて、食わんな食わんなっつって証明してくれましたね、この魚。今はグレ釣れませんよっていうことですね。ああそう、やったな。ええ方やし。やっちゃったね。これはでも美味しいらしいですよ。なんか臭いっていうところとうまいっていうところと時期的なもんですよね。いや、磯的なもんじゃない。あ、取れた産地によってほら、噂が美味しいんだよ。一回試してん。よう超えてますけど、これ。おお。カラパンで今が旬かもわからんね。お腹より脂乗っとったりして。
全然朝と青年も取れるわ、これ。はい。はい、終了。終わったー。ありがとうございました。くっそー。一匹挑戦勝負。さあ減量しますか。まず A さんのぐらい、はい、元気や。綺麗な色。おお、綺麗な色やな。綺麗ですね。ジャストぐらいちゃう。ジャスト。ジャスト40。40ジャスト。はい。OK ですか。はい。Hey。 さあ続きまして私の1匹目。ちょっとごめんな、カメラマンションで捕まえたて。これ手滑って落としてまうかもしれない。あ、分かんない。俺の刺身落とさんといて。ええ方やわ。ええ方。42、43はあるでしょ、これ。ほら、4近い、4近いみたいなんです。まあ、っすぐやったらあれやけど、でも3は絶対いますわ。おお、ナイスサイズ。贅沢な試合ですね。ぐらい。40対43点。40点。40センチ対43。なかなかね。素晴らしい。1匹だけやけど、ハイレベル、ハイレベル。入りました。よっしゃよっしゃ、勝ちましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。朝一釣れると思ったけど、割と厳しかったね。割と厳しかったですね、あの一瞬だけでした、ね、でもちょっと贅沢な試合じゃない。まあ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 、40センチ対43とか ね、この寺島のちょっとポテンシャルを見た気がするな。そうですね、なかなか贅沢な試合で宝外れたし、はい、10センチのグレ狙ってたんですけどね。やっぱり寺島にはそんなグレはいません。そうやな、釣れれば40センチ以上。ワンチャンオナが釣れたらええなと思っとったけど、2人とも釣るなんてちょっとできすぎやな。ですね、それはまあ4乗は2人はできすぎですなあ、はい、しかも唯一の1匹のグレがそれっていう。ほんまにさ。もう1匹40揃えたかったな。ですね、できれば2匹ずつ40オーバーでね。そうやね、どうやって。なかなかそれも、まあまあそれはちょっと贅沢やで、はい、一匹だけでもね。ね、ということで寺島ええとこなんでね、また来てください。はい、来てください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。それではバイバイ。